我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はコラボレーション動画として Adobe 様のチャンネルで出させていただいた講座動画 Adobe Fresco についてより詳細に初めての方でもどうやって使うのか、どうやってイラストを完成させるのか、そして我がどのような工程を経てあのようなイラストを描いているのかというのを解説していこうと思うのであるぞ。Adobe のソフトというと、プロユースで初めてのデジタルおかけをする者にとっては手が出しづらいのではないのかと思っておるポンポコリンも多いかもしれぬが、詳しく解説していこうと思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。Adobe の公式サイトの方に飛んで、Adobe Fresco の詳細ページを見てみると、プレミアム版は月額980円で使えると書いておる。まあなので、あれ？じゃあ Adobe Fresco っていうのはその月額制のサブスクのアプリなのであるかと思うものも多いかもしれない。実はそうではなく、プレミアム版というものに入ることで、Photoshop の iPad 版が使えたり、1000種類以上のブラシが追加されたり、そして100ギガのクラウドストレージというのが追加されるということになる。なので実は Adobe ID という、Adobe を使うための会員登録をして、そしてそれで登録して使うだけであれば、Adobe Fresco は Windows 版、iPad 版、そして iPhone 版を無料で使うことができるのである。これはほんとびっくりというか、お金かからないんであるって、我びっくりしてしもたんであるよ。Adobe といえばな、やはりこうサブスクであったりとか、なかなかちょっとこのお高い月額費用みたいなところがイメージとしてあったのだが、Adobe Fresco を使うだけであれば、なんと無料で使うことができるのである。Windows ユーザー、iOS ユーザーであるものであれば、すぐに使うことができるのであるぞ。今回は iPad 版をベースに講座を進めていくが、基本的な操作性や画面の見方などに関しては、Windows 版、そして iPhone 版も変わらないので安心して見てほしいのであるぞ。では実際に Adobe Fresco を使ったイラストのメイキング方法、そして基本的な操作説明をしていこうと思うのであるぞ。こちらが iPad 版の Adobe Fresco を起動した画面である。基本的に Windows 版、そして iPhone 版でも同じような画面になると思うので、操作に違いはないのであるぞ。画面上部にある新規ドキュメントを作成からカスタムサイズをタップして、単位やサイズなどを自由に決めよう。今回は我が事前に作っておいた16対9の率の画像サイズを使って絵を描いていこうと思うのであるぞ。保存済みのものをタップするか、自分で数値を入力し、下のドキュメント作成をタップすれば新規ドキュメントを作ることができるのであるぞ。こちらが Adobe Fresco のドキュメントを開いた時の画面である。ここを使って実際に絵を描いていくということになる。大まかに Adobe Fresco には3つのワークスペースが用意されている。上部分はタイトルバーのアイコンと呼ばれている。画面左側に並んでいるのはツールバー。そして画面右側に並んでいるのはタスクバーである。名前は覚えなくても、ここにこういうものがある程度に覚えておくと良いであろう。そしてこのタスクバーはレイヤー、そしてレイヤーのプロパティ、フィードバックに共有という、複数の人に自分のドキュメントを見てもらう際に使う機能である。今回は使わないので省略させていただこう。そして新規レイヤーを作成する時の画面。特に何も設定せずクリックすると空白のレイヤーが作られるのであるぞ。そしてレイヤーの表示、非表示、レイヤーのクリッピング機能、その他のレイヤーアクションなど、絵を描く際に欲しいなという機能が一通り入っているので、ペイントソフトやペイントアプリを触ったことがあるというものであれば、すぐ使いこなすことができるであろう。この Adobe Fresco には非常に多数のブラシが収録されている。どれを使ったらいいのかがわからない、どれが良いのだろうと、楽しみながら描くというのも大事ではあるが、今回はツールを3つだけ使って、それで絵を描いていこうと思うのであるぞ。ピクセルブラシのスケッチの中にある鉛筆というツールを線画を描く際に使っていこう。まずはこちらを使ってイラストの線画を描いていこうと思うのであるぞ。こちらの画面下に80などと書いてあるツールがあるが、こちらがツールのオプションになるので、サイズを変更して、流量というのは簡単に言ってしまえばツールの不透明度であるな、しっかりと書きたいので、ちょっと今回はかなりしっかりとした流量にしておく。その他ツールの滑らかさや細かい設定などを決めることができる。今回はデフォルトのままでサイズ40の流量をだいたい80前後にして、必ずこの空のレイヤーが選択されている状態でキャラクターのラフを描いていこう。まずは大まかなラフが描けたら、もう少し細かな下書きを描いていこうと思うのであるぞ。そのためにはタスクバーの中央部分にあるプラスのマーク、新規レイヤーを作成するアイコンをタップしよう。すると今まで書かれていたレイヤーの上に新しい空のレイヤーが作成された。このまま下書きの作業を行ってもよいが、先ほどまで書いていたラフの線画を薄くして下書きを書きやすいように調整しようと思う。そのためにレイヤープロパティを表示させて、ラフを書いているレイヤーの不透明度を40前後に下げておこう。ここまでしたら、先ほど作った空のレイヤーを用意してキャラクターの下書きを行っていこう。先ほどラフを描いている時に少しちょっとやっていたのだが、描いている線を消したい、修正したいという時にはツールバーにある消しゴムをタップして不要な線を消しておこう。消しゴムの種類も多数の中から選ぶことができるので、今回はハード、円、筆圧、サイズというものを選んで消そうと思うのであるぞ。書いているラフの位置調整やパーツの拡大縮小を行いたい場合は、選択範囲ツールを選択して修正したい範囲をぐるっと囲うと、下にメニューが出てくるので変形を選択する。するとこのようにボックスが出てくるので、パーツの位置を調整して画面右上の完了をタップしよう。その後選択解除をタップすれば選択範囲解除し、また通常のお絵かきに戻ることができるのであるぞ。ある程度下書きを進めたら、ラフのレイヤーをタスクバーの目のアイコンをタップし、表示・非表示を切り替えて下書きを書きやすい状態にして作業を進めよう。これでキャラクターの下書きが完了した。同じようにレイヤーの不透明度を下げ、新規レイヤーを作成してキャラクターの線画の清書を行っていこうと思うのであるぞ。線画が完成をしたので、これから着色に入っていこうと思う。この Adobe Fresco の着色こそが一番の魅力と言っても過言ではないとマオは思っておるのであるぞ。それがこちらのライブブラシと呼ばれるものの、今回は水彩を使っていく。水彩ラウンド細筆というものを今回は使っていこうと思うのであるが、とにかくこれのすごいところはリアルタイムで色が滲んだりぼやけたり混ざっていくということを見ることができる。完成した絵の美しさはもちろんのこと、描いている最中も美しいと思えるペイントソフトというのは Adobe Fresco が初めて見たのである。このように実際の紙にじわりとにじみ出る表現をすることができるのである。そしてこの水彩最大の特徴は水量と呼ばれているもので、書いている筆にどれだけ水分を含ませた状態で画面に塗るかということを設定することができるのだが、水量を極端に少なくして、色を変えて、そしてこの丸に半分重なるように色を塗ってみよう。すると、重なった部分がほんの少しだけ滲んだのが分かったであろうか。これは水量が少ないから、前に塗った色がそこまで滲まないということになるのである。今度は水量を100にして、反対側と同じように塗ってみよう。この通り、かなり輪郭がぼけて色が滲んだのがわかるであろうか。この水量を調整することで自分好みのぼかし具合を作ることができるのであるぞ。また、この画面右下にあるタッチショートカットというものを長押しする状態にするか、ダブルタップをすると、このように画面が切り替えることができる。もう一回ダブルタップをすると解除ができる。このダブルタップの状態で画面に色を塗ろうとすると、水筆となってこんな風に色をぼかしたり、よりなじませたりすることができるようになるのである。実際に色が塗り終わった後には、非常にリアルな水彩のタッチを見ることができるのであるぞ。レイヤーアクションという項目から、レイヤーを乾かすというものを選択すると、今水分がついているこの水彩を乾かすということができる。こうなると、このように上から筆を置いても滲んだりぼけたりせず、実際の水彩のように乾燥した上から色を塗り重ねているような効果を得ることができる。ただ、乾燥していても水筆の状態にすれば、この通りぼかしたりにじませたりをすることができるので、デジタルならではの便利さとアナログ独自の性質を自由に生かすことができるということを覚えていてほしいのであるぞ。では、これを使って実際にイラストに着彩をしていこうと思うのであるぞ。では、線画のレイヤーの下に新規のレイヤーを作成して、肌の赤い部分、今回の場合で言うと頬などの部分、軽くチークの色をのせていこう。で、デジタルペイントソフトなので、はみ出しても消しゴムで消せば大丈夫なのではあるけれども、ほんの少しだけ赤みをこのようにまずは描いておく。そして明るめの肌色で頬の部分を伸ばすように色を置いていこう。で、色を塗りたくない白目とかハイライトの部分は残すようにしながら色を置いていくと良いであろう。この時、多少はみ出したり色が塗り漏れても気にしないように、我はこのアナログタッチの描き味というのが非常に好きで Adobe Fresco を使っているというところがあるので、アナログらしさを追求する時にきっちり綺麗に色が塗り分けられすぎていると、逆にアナログっぽくなく不自然な色味に見えてしまう。なので、多少の塗りのはみ出しや塗り漏れというのは味になると思っておるので、あまり神経質にならずに色を置いていくと良いであろう。これで、まずは肌の部分が描けた。ハイライトが欲しい部分やはみ出した部分などの修正で、消しゴムを使って細かな部分を調整していこう。ただ、先ほども言った通り、あんまり神経質に描き消しすぎない方が、デジタルながらもアナログの良さみを残してくれると思うのであるぞ。で、消し終わった後にもう一回自分でブラシで形を整えると、デジタルっぽいシャープな消し跡を修正することができるであるぞ。これで肌のベース部分が塗れたので、別レイヤーを作成して同じようにパーツを塗り進めていこう。どうして別パーツに分けるかというと、例えば次は髪の毛を塗ろうと思うのであるけれども、こうやって別レイヤーで分けて塗れば、色が滲んだり混ざったりすることなく塗ることができるが、肌を塗ったレイヤーと同じところで髪の毛を塗ろうとすると、この通りこう、はみ出した部分などが色が混じってしまって、綺麗な塗り分けができなくなってしまう。もちろん現実の水彩であれば気にしなくても良いであるし、先ほど説明したレイヤーを乾かすという機能を使えばこれ以上のぼかしをすることがないということができるのだが、細かな調整やはみ出した部分を消すなどがしづらくなってしまうので、我はざっくりとパーツごとにレイヤーを分けて絵を描いておるということをやっておるのであるぞ。では各パーツを塗り進めていこう。これで各パーツの基本的な色塗りが完成した。ここから陰影をつけていくのだが、普通に新規レイヤーを作成して影を塗ろうとしても、不透明絵の具のように色が上書きされてしまう。これを解決するためにレイヤープロパティの描画モードを乗算というものに切り替える。他にも様々なレイヤー機能があり、こんな風にもうアイコンにどういう効果になるのかというのがこうサンプルで示してくれているのがとてもありがたいのであるが、この乗算に切り替えるとこれまでのレイヤーと今重ねているレイヤーの色を掛け合わせて濃い色にしてくれるという機能になる。どういうことかといえば、こんな感じで簡単に影の色を塗ることができるというわけなのである。この機能を使って今まで描いた水彩のイラストの上に陰影を追加していこうと思うのであるぞ。これでキャラクターの陰影をつけることができた。現在線画は黒いままだが、線画レイヤーの上に新規レイヤーを作成してクリッピングマスクを適用しよう。こうすることで今選択されているレイヤーは線画の塗られている部分にだけ色をつけることができるということになる。なのでこの通り簡単に線画の部分にだけ色をつけることができるようになった。クリッピングマスクはもう一度同じアイコンをタップするとこのように解除することができる。解除するとどのように塗られているのかがよくわかるであろう。ではこれを利用してキャラクターの線画に色をつけていこう。では仕上げに細かな質感の加湿や背景などを追加して完成にしようと思うのであるぞ。これでイラストの完成である。簡単にアナログの風味を生かしつつ、そしてデジタルの利点を最大に生かしたイラストレーション作業ができるということが分かったであろうか。無料で使えて、そして様々なメディアでクラウド上でデータをやり取りしながら絵を描くことができる。まさに次世代のアナログ画材と言って過言ではないと思うのであるぞ。ぜひぜひ皆もこの Adobe Fresco無料で使うことができるので、デジタルお絵かきを楽しむために触ってみてはいかがかの。ではでは、ナナである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。